さあ始まりましたビジネスビジョン、ナビゲーターの宮澤ミシェルです。吉利愛理です。皆様お元気でしょうか？ミシェルさん、はい、通信制の学校ってどんなイメージがありますか？通信制の学校には助けられました。本当ですか？我が娘も、はい、じゃいいイメージ持っているんですね。そうですね、うん、はい、今回は通信制学校の学習センターとして生徒たちへ温かい場所を提供するこちらの企業様です。株式会社ワイズアカデミー代表取締役大森義郎、品川キャンパス副キャンパス長加藤くるみ、目黒キャンパス副キャンパス長大森つぶら、鹿島学園高等学校の通信制課程と学習センターとして都内に品川校、目黒校、そして千葉県成田校と3つのキャンパスを運営。高い利便性と少数精鋭の個別指導制度、そして自由度の高い校風で話題となった各校の年間学費は驚きの30万円台。今や一般生徒だけでなく芸能人やプロスポーツ選手などさまざまな環境の高校生が一堂に会する個性的な学びの場となっている。今回は20人に1人が通信制といわれる時代に学習環境を支え200名以上の卒業生を輩出してきた教育現場のリーディングカンパニーをスタジオに招き詳しく話を聞いた。定時制の高校って基本的に夜ですよね？はい、はい、高校には3種類あるとお考えください、うん、はい、全日制、定時制、はい、通信制、この3つです。全日制というのがいわゆる普通の高校、普通の高校ですね、はい、定時制は主に夜通って時間が少し短いので3年間ではなくて4年間基本的にかかる。定時制は、はい、そして通信制も同じだけの勉強するんですが、はい、柔軟性があります、はい、例えば全日制、定時制ですと7割は出席が必要なんですが、全日制、定時制だと7割、はい、はい、通信制の場合そこの自由度が大変大きいので、例えばプロのスポーツ選手を目指して活動をする、はい、あるいはアイドルの活動も両立する、そういった活動と高校生活が両立できる、これが通信制の大きな特徴ですの一つです。ではくるみ様、生徒さんが単位を取るにはどのようにすればよろしいんですか？はい、生徒が単位を取るには3つやることがあるんですけれども、はい、まず1つ目がレポートって言われる提出課題ですね。これをきちんと出して合格すること、これが1つ目で、2つ目がスクーリングって言われる面接授業に年間数日なんですけれども、これに出席してもらうこと、あと最後3つ目が単位認定試験、こちら受験してもらって合格すること、この3つしっかりクリアすると単位が取れます。ではくるみ様、現在の教室の状況についてお伺いしてもよろしいですか？はい、今人数でいうと成田教室が70名ほどで、品川教室が60名ほど生徒が在籍しています。で、年数でいうと成田教室は約10年ほど運営していて、品川教室は約5年ほどで、この4月から目黒教室っていうところが新たにオープンしました。ということは卒業生これまでに何人くらい？全部で約200名ほど卒業生見送ってます。でいろんな専門分野にの方がおるわけですよね。そうですね、スポーツ選手だったり違うことやりたい人だったり、うんうん、芸能の人だったり、いい場所にありますね。品川と、うん、お目黒と成田、はい、一番最初どこですか？最初が成田。成田だよ、はい、200名近くの卒業生を送り出してきたワイズアカデミーだが、実際にどのような生徒が学んでいるのか詳しく話を聞いた。通信制に来てくれる生徒って本当に様々、一人一人バックグラウンドが違って、はい、ここに来てくれる目的も違うんですけれども、例えばうちに来てくれる生徒だと中学校の頃から不登校でなかなかこう毎日学校に通うのが難しい生徒だったり、高校に一度入ったんだけれどもいろんな理由、人間関係とか部活動の関係とかいろんな理由で高校を一度辞めることになってしまった生徒が、やっぱりもう一度卒業したいっていうことで、もう一回頑張るっていうことで通信制を選んでくれている生徒が多くいます。あとはその自由度が高いっていうのもあるので、芸能界を目指したりプロのスポーツ選手を目指す生徒など
そういった生徒もたくさん来てくれています。さっきスポーツ選手もいらっしゃるっておっしゃってたんですけれども、はい、有名なアスリートの方っていたりするんですか？はい、そうですね、鹿島学園高校ではないですが、はい、例えば通信を出た有名人で言えば、はい、テニスの錦織選手とかですね、はい、サッカーでは香川選手とか、はい、その他たくさんですね、います。はい、でサッカーといえば鹿島学園高校全日制のサッカー部は、はい、全国3位になったこともあります。ましたね。はい、またプロの鹿島アントラーズのユースの選手は基本的に鹿島学園の全日制に来ますので、はい、ですから全日制のサッカー部とユースと、まあ、お互いが刺激し合って、うん、まあ、強くなっているというですね、そういう面も、うん、あるかと思います。はい、なんかいろいろ勉学とそういうね、うん、自分の夢というか、はい、両立するのにとってもいいですよね。助かるよね。うん、普通の学校とは違い、すでに各ジャンルで活躍している生徒も存在するワイズアカデミー。そんな教育環境が持つ強みとは？通信制で学ぶときには、一人ぼっち、孤独になることが多いと思います。また孤独ではなかなか勉強を続けるということが難しいです。ですから私は教室が生徒たちにとっての居場所になることを心がけています。ですから教室というのはただ勉強を教えてもらうだけではなくて、まあ、いろんな目標を持った生徒たちとですね、過ごすことでお互いの思いやりの心を育てる、そういった教室を目指しております。そうか、たまにって言い方おかしいけども、うん、みんなと会う時もあるんですもんね。そうですね、自由登校でまたいろんなイベントとかも通してですね、はい、会うこともあります。さらにコミュニケーションを図るためワイズアカデミーでは毎月さまざまなイベントを開催しているという。ディズニーランドにみんなで行ったり、フットサルやバスケットボールとかみんなでスポーツイベントをしたりとか、あとは歴史館行ってみようとか、もういろんなイベントを毎月開催してまして。毎月？そうなんです。はい、生徒がこう通信生徒いえどたくさん来てもらえるようにイベントを企画していて、でそのイベントも生徒に聞いてるんですね。どんなことやりたいとか、次どんなスポーツやりたいってアンケート取って、みんなでこう楽しめるように考えています。はい、でキャンパスではこうなかなかおしゃべりが苦手な子も多いんですけれども、こうイベントを通してだとコミュニケーションが取れたりとか、先生たちもこう仲良く なれるようにサポートしているので、ぜひたくさん参加してほしいなということで企画してます。結局卒業間近になったらみんな大盛り上がりになっちゃうんだ、ね。そういうことなんですね。寂しいみたいな、仲がぐっと良くなってね。そういうところだよ、目指すものはね。そうですね、なんかアットホームで温かいですね。そうそう、もうそれがもう一番だと思うよね。よくなんか家みたいって言われます。いろんな自分に対する思いがあったんだけども、そこでもう全部こう引き出されて、いい方に向かっていくっていうのはね、まあ、可能性生かすっていうのはいろんな形があっていいと思うよ、僕はね。ここまで聞くと自由すぎる学校のようにも思えてしまうが、実際に学校に通った際に校則などはないのだろうか？細かい校則は設けてないんですけれども、最低限守ってほしいことということで、5つのマナールールというのを決めております。まず1番、挨拶をすること。はい、おとなしい子が多いので、もう聞こえないちっちゃい声でいいから、こんにちはってやるといいよねと。はい、次2番、帽子は外でおしゃれだけど教室では脱ぎましょうね。はい、で3番、髪色ですね、ちょっと茶色にするぐらいならいいんですけども、金髪に鼻ピアスだと怖いのでやめましょうねということですね。はい、今は本当にありますからね、そういうことね。はい、そして4番目が勉強中のマナーということで、例えば電車の中でも足を投げ出してたらお互いに危ない、そういった小さな気遣いですね。最後に、声のマナーということで、携帯電話のメールを見るのは自由です。いくら見ても人の迷惑にならない、でも声を出したら迷惑になるので、そういったお互いに気を使う思いやりの心を持ちましょうということを呼びかけております。教育は、システムではなく人で決まると考えております。つまりどういう生徒がいて、どういう先生がいるかということです。ですから先生は温かくて優しい人を採用しておりますし、生徒は先ほど のマナールールを守れる、そういった生徒さんを受け入れております。こういった私の方針を、多くの生徒さん保護者の方に、ご理解賛同いただいてとても嬉しく思っております。もう毎年毎年ね、希望して入ってこられる生徒が多いだろうからね、そこからぐっと伸びていってほしいよね。続いて
生徒とのコミュニケーションで心がけている点について聞いてみた。気をつけていることは生徒との連絡を欠かさないっていうことです。やっぱり一人だと勉強ってなかなか続かないので、週に1回は最低でも連絡を取って、レポート大丈夫進んでるとか、電話やメールもするんですが、最近だと LINE を使って生徒とはコミュニケーションをたくさん取ってます。で、生徒だけじゃなくてやっぱり保護者の方ともコミュニケーションを取ることがすごく大事だなと思っていて、なので生徒がこう来てくれた時にどんな様子だったのかとか、レポートどれぐらい進んでますよとか、あと心配事があればそういったことも保護者の方に毎月メールで送らせていただいてます。ここでこの春開校したばかりの目黒キャンパス、就任の経緯と気をつけているポイントを副キャンパス長の大森つぶらに話を聞いた。つぶらさんも運営に大きく関わるってことで、はい、今まで教育の分野に携わってこられたってことですか？私はもともと普通に会社員をしてまして、教育関係に携わったことは全くありません。ただ主人である大森代表がとても楽しそうに仕事をしているので、それに私もやってみたいと思って、この度主人と相談をして目黒キャンパスを開設することになりました。で、もともと主人に連れられて品川とか成田にもちょっとお邪魔をしてたことがありまして、とても楽しく明るくやっているなということが見えてましたので、それにぜひ参加したいと思い始めました。もうね、ご主人様がこれだけ元気な秘訣は何だっていうことがね、とんでもない元気なのこの人みたいなね、思っちゃうでしょ。そこですよね。元気って今おっしゃってましたけど、全活されてるそうなんですけれども、全活ってどういうものなんですか？全活というのは、慈善活動の真ん中を取って全活、私が作った言葉でですね、例えば私が大人の方に英語を教えます、しかしお金はいただきません。お金をいただく代わりに日本盲導犬協会に4回分1万円お支払いいただく、でまたレッスンをして盲導犬協会にということで、私も生きがい、生徒の方も生きがい、その生きがいのリサイクルをしませんかという呼びかけです。本も出されてるんですよね。はい、そうです。全活の全活のすすめです。はい、気になりますね。気になりますけども今のご説明で大変詳しく分かりました。ね、分かりました。なるほど。子どもたちに学びのチャンスと楽しさを与え続ける大森喜朗、そんな男が次に掲げるビジョンとは？これからむやみにですね、教室を増やすつもりは全くありません。そうではなく、目の前の一人の生徒を大切にする、そういう環境を作り続ける、それが私の責任だと考えております。また個人的にはこうして優秀なスタッフが育っておりますので、できるだけ仕事は任せて、そして私は仕事以外にその全活の活動でより多くの人が生きがいある生活を送ることに貢献できたらと願っております。生まれた時からもうずっとその道に来られてる感じですね。大森喜朗なので、たまたま全老ではないですが、ご縁があったのかもしれないですが、心が現れる感じしますね、お話ししてると。言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは？目の前の一人の生徒を大切にする。教師の本質である生徒を理解し支えること、教え育てる、その教育の基本を忠実に守り、子どもたち一人一人へしっかりと耳を傾け心を寄せる、これが代表取締役大森喜朗にとっての格言である。